皆さん、こんにちは。こんばんは。じゃあね、こんにちは。スイングティーズです。詳しく言えば、私たち4人がスイングティーズです。かっこいい男2人と、いや、綺麗な女性2人で、もう無理やりね、今んとね、誰も言うてくれません。4人がティーズで、そして、いつもバックしていただいてる、メンバーで楽しくいきたいと思いますので最後までお付き合いください。そして今日ね遅くなりましたが、最初からいつも見てますよという方っておられますか？最初から最後まで、ありがとうございます。帰りに言うなら握手させてもらいます。いいですか？いらないですか？いらない。いらないそうです。くそー気悪い話じゃねえ。いやいや、ありがとうございます。でも本当にありがとうございますね。退屈ですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？それはありがとうございます。すいません、お客さんをいじるというのはダメなんですね。すいません、申し訳ございません。司会の川さん、すいません、謝っておきます。それでは2曲目。はい、1曲目はチューチューブギーというのをお送りいたしました。次の曲ですけれども、日本のですね、昭和の、戦前戦後の音楽シーンでは、日本語のね、歌詞があるんです。洋楽に日本語の歌詞を載せて、和製ジャズとかポップスというのがたくさんこうリリースされたそうです。次にお送りする曲は、江野健さんが、カバーされました私の青空、それから、ディック・ミネさんがカバーされました、リンゴの木の下で、2曲続けてお聴きください。Oh.
ありがとうございます。